お疲れ様でした。3つかマジくっそ。タケノコと鶏肉の煮物を作ります。まずはタケノコを切っていきます。はい、切れました。最初に鶏もも肉を炒めます。落とし蓋をして10分ぐらい煮込みます。はい、このまま10分経ちます。はい、10分経ちました。どうなってるか見てみましょう。おや美味しそうだね。こちらですね、さやえんどうも入れてちょっと汁気を焦がしていきます。あー、きれいきれい。これちょっと味見しようか。そうだ、味見大事だよ。あくあれどこじゃないの。手あく。優しい味。盛り付けます。はい、完成です。タケノコで春巻きを作っていきたいと思います。まずはタケノコを千切りにします。食感変わりますかね。どうだろうね。これを洗って水気をよく取ります。はい、 OK。 してくれないかな。ひき肉を炒めていきます。はい、調味料を入れていきます。醤油、鶏ガラスープの素、砂糖、はい、酒、はい、塩コショウ、適量、この方がおまけ、水、元気ですね。合ってるかな。水、あ、なくなった。あ、タケノコ忘れてた。タケノコ入れます。いってらっしゃい。合ってるかな、わかんないけどやってみるからね。あの、水溶き片栗粉というものを入れるんだけどさ、どう思う？君たちも水溶き片栗粉は欲しいかい？いつのタイミングで入れるんだろうか。水溶き片栗粉。すげえ固くて。すげえ固くて。すげえ固まってんだ。ちょっと大丈夫。君たち大丈夫。ちょっと待って。予定外だった。
こんな固まると思わなかった。バチバチいってる。はいはいはい、入れまーす。はいはいはい、ぐつ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 、だいぶぐつぐつ。多かったかさ、まかなくても美味しそうだけどね。ご飯の上にかけたら、ね、美味しそう。どんなもんなのかな、これ以上何も変化が現れません。粗熱を取ります。ちょっと春巻きの皮に種を包んでいきます。種を乗せます。どんなもんでしょうか。コーシーノ、コーシーノ、コーシーノ、押さえながらのくるくるくる、ほっ、はい、こんな感じ。はいはい、ほらほらほら、こうこうこうからの抑えながらのくるくるポン、くるくるポン。はい、これを続けていきます。10個完成です。マイさんの大きいフライパンを借りて揚げていきます。春巻きを投入するのが怖いです。熱いです。全然まだでしょ。170度って開けていくよ。私揚げ物作るの嫌いなんですけどね、なんで春巻きを選んでしまったのか今後悔しています。どうもシュナです。いやー予想外だな。もっと簡単にできるんだと思ってたな。舐めてたぜ。熱い、もうダメ。すっごい汗。醤油、170度をキープしたいのかな。場所によってなんでこんなに違うの？チクったか？イカレポンチ。大丈夫？暑いです。不安です。みんなそのピッピに出てる。これがなんかピッピピッとしてて、こんなくなっちゃって。違います。めっちゃ押してました。不安なんです。私は揚げ物が嫌いなのに、なんで揚げ物を選んだんだろうって今後悔してる最中です。
熱い。本当に170度で揚げていいの？150度ぐらいの方がいいかな。今150度、今150度、入れちゃう、入れちゃう、どうも。でも中身あれでしょって。はい。いいよね、じゃあ。パリッ？あ、すぐにってことか。ゆっくりじゃなくて。なるほど。150度だと温度すぐ下がっちゃうので。了解です。あとちょっと。ああ、怖い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 。どうしようかな。これで、やっぱこの子で投入した方がいいと思いますか？お箸で投入でいいのかな？怖いなと思って。お、170っぽいです。いきます。優しく。優しく転がして。いきましょう。転がして。ああ、優しく手でいくのは私怖いもんな。え、大丈夫？ちょっと火強いね。火強いじゃない？火強いだよね。弱めましょう。火をちょっと弱めましょう。怖いよ、待って、跳ねない、跳ねる、怖いよ、すごい、あー怖いよ、怖いよ、パーリーない、パーリーない、怖いよ、もう入れるの怖いんだけど、ちょっと、ちょっと、あー熱い、熱いよ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 、お待たせいたしました。お待たせしました。疲れてる。はい、タケノコ料理を作りまして、まずみくるが作ったのはこちら、タケノコと鶏肉の煮物です。煮物、はい、煮
皆さんは。はい、シナが作ったのはタケノコの春巻きです。はい、食べましょう。いただきます。どれから食べる？煮物。煮物。うん、美味しいです。しっかり味染みてます。シャキシャキ、歯ごたえもいいです。味もちゃんとします。よかった。おう、味染みてて美味しい。美味しいね、これね。ばあちゃんちのね。ばあちゃんち。和食に飢えてたの。美味しい、これ。美味しい。よかった。なんか、えぐみもやっぱ気にならなくなりましたね。うん。あ、うまっ。なんか煮るといいのかな。ね。美味しい。うん。これはいい。うまい。煮物ってこんな美味しかったっけって思った。問題のあるわけ。問題。あっくっ、あっくっ、まだすごい湯気です。あっくっ、またそんな春巻き好きじゃないんですよ。なんで作った、なんで作った、好きっぽいのに。美味しそうかな、ね。酒のつまみ系だから好きなのかと思ってた、ね、なんで作った。春巻き好きじゃないなんで、好きなもん作んなよ、ね、みんなが作ってくれたやつの方が美味しいから何でもいいかな。見た目美味しそうだったんだよ。うん、美味しい。味は優しい。でも味しっかりついてる。あくっついてる。しおいしいですよ。あ、すごい熱かった。やばい、今手が熱いもん。すごい熱かった。こんなの一口で言ったら上顎なくなるじゃん。上顎はあるよ、大丈夫。上顎を変更。手が熱いよ。熱い。いけますか。うん、うん、春巻きじゃん。タケノコいっぱいいいね。ねえ、アンナさんって私の料理絶対恐る恐る食べてるんでしょ。熱い。そういうこと。うん、前さ、かあのキャベツ料理するときに言ったことなんですよ。キャベツ料理するやつあったじゃないですか、うん、その時にカルボナーラのやつ作ったじゃない、うん、ちゃんとカルボナーラだよっていう。美味しいとかじゃないの。ちゃんと春巻きだ。心配してるよね、もう。作ってる最中めっちゃうるさいんだけど、ね、あー怖かった。まず油の温度を測る回数がすごかった。なんかバグっちゃったのかな。心配だったの。そろそろできるっていうか撮影の待機してたら、ピピピピピピ、何と思って。まあね、冷めないよく一口で言ったね。うん、もう冷めてるかなって思ったの。すごい顔してたよ。だろう。もう一生作ることはないだろう。そうだった。あの審査員がいませんよね。そうなの、思いました。どうしたんですか。バッグまたか。こっちとら一生懸命やったのに。これ熱々のまま頭にのけてやるか。こうして冷えピタ状に、うん、食べていい。うん、食べな。食べてくれた方が嬉しいわ。あんた春巻き好きじゃないの。そうだ。うん、すごい技術。普通自分がちょっと食べたいなと思うのを作るよね。
ちょっとおしゃれかなと思ったの。ちょっと女子力高いかなみたいな。そしたら料理工程全然女子力高くない。もう揚げ物はダメだ。多分ね、シューマイうまくいったから調子乗ったんだな。あ、中華いけるわ私みたいな。そう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 。私中華いけるわ、ニーハオさん勝てるわみたいな。だって春キャベツのシューマイはなかなか美味しかったと思う。結構評判良かったね、うんうん、そう美味しかった。じゃあ包み系いけんのかなと思ったら包み系ダメだったね。いや多分こっから溢れてたんだよ。そう、そうだよ、跳ねたの。跳ねたの。戦いでした。どうしてそんなことになったんだろうね。こっちが聞きたいわ。違うんだよ、私春巻きほんと初めて作ったんだけどさ、春巻きの皮ってあんなくっついてるんだね。うん、びっくりしたの。私不良品でも買ったのかと思って。あの餃子の皮ってさ、すごいサラサラじゃん、うんうん、あのイメージが強くて。あ、豚。あー、うん、びっくりじゃないですか。そういうもんだって知ってた。なんだ、しかも1枚なんだか2枚なんだかわかんない。うーんってやっても破けないんだよね、あれ。意外と破けなかった。もう破けんのかと思って、すんごい恐ろしそうだったよね。うん、意外と破けない。あれ撮影手伝ってたびっくりさん、つらかっただろうね、申し訳。面白かった。さすが面白かった。すごい面白かった。まず、なんか測っとこうと思って調味料を測ってたんですけど、あの酒入れたところに透明で見えなくって、砂糖入れて、あ、やっちまったって。そこは撮影しないから、まあ、隠せたんですけど。言っちゃったじゃん。だから出だしからダメでした。心折れてるね、ちょっとね、うんうん、どうせ混ぜんなか一緒だよ。そう思ったの。だけどさ、絵的にね、酒に砂糖入ってます。タケノコさ、国産のタケノコスーパーで見たけどすんごい高かったよね。うんうん、タケノコってあんな高いんですね。高いんだね。びっくりした。中国産の方が安かったよ。ああ、そうなんだ。これありがたい話なんだね、うんうん、本当に。ありがとう。ありがとう。もう料理はしたくない。跳ねないやつにすればいい。もう私は YouTube 上で油の跳ねる系はやらん。食べる専門でお願いします。そんなことは許されません。ちょっとかわいいおしゃれ。1年に1回登場する。そう、なんかこういう各自なんか作ってちょうど時ぐらいしか使ってあげられてないからさ。刺身盛ろうか、それ盛ってくれる。可愛くない、こういう感じ。え、姿だよ。姿耳に薬味を見せる。すごいね、奥まである必要がない。ねえ、本当だよ。はぁ、疲れた。そろそろ完食ですね、みくるさんが。はい。作るのは簡単だった、煮物は。春巻きは作りたくないです。自分で選んだんじゃ。もう作りたくもないし、食べたくもない。ごちそうさまでした。